はい、一塁側ホークス情報です。藤本バッティングコーチもですね、ここ数試合を振り返っても、このチャンスで1点が取れない、この今の打線、1点を確実に取ること、ここをみんなでしっかり強く持って打席に入っていこうということをおっしゃっていますね、はい、さあそのこのチャンスで1本出るかどうか、ここもアウトコースいいところに決まっています。今の2つは素晴らしいまっすぐでしたね。まあ、そうですね、本当に2球ともいい球が行きましたよね、ここからですよね、はい、甘い球が来るっていう気持ちを持ってですね、打席入ってほしいですけどね、はい、ツーダッシング、ツーストライクと追い込まれています。バッターボックスの明石、キャッチ、ホークスファンの歓声がため息に変わる。このイニングから守備がためセンターに入っていたシュンター、素晴らしいプレーを見せました。チームを、そして遠野の2年ぶりのこれ勝利を引き寄せる大きなプレーになりました。しかしホークス明石、証としては悔しい、そうです、ね、乱心になってしまいましたね。うまい具合にミートしましたけど ね、ビッグプレーが出ましたね、はい、バファローズビッグプレーが飛び出しました。シュンタのファインプレー、8回の裏、ホークスは0点に終わっています。8回終わって2対1、バファローズ1点リードは変わりません。